今回の安保対話では5年連続で2桁の伸びを続けている中国の国防費について日本側が透明性の向上を求めました。日本政府関係者によると、中国側は平和的発展の戦略を取っていて、防御的な国防政策を堅持していると主張し、納得のいく説明は得られませんでした。また、安倍政権が進める安保法制の整備について、日本側は軍国主義化したり、右傾化したりということではないと強調するとともに、中国を脅威と位置づけて対抗するためではないと説明しました。このほか日中双方は偶発的な衝突を防ぐ海上連絡メカニズムを早期に運用開始できるよう作業を加速することで一致しました。